浜の大鳥屋と、右下の円形の石符は柱根発掘地、上方は、閻魔京方向への車王子社王子は、鎌倉幕府による都市計画の中核をなす、六王子の一つで、あず鏡にもその名が記されている。大町王子と平行し、同じく、極楽寺切通し大仏切通しから派生を経て、今王子、若宮王子、小町王子を横断し、 名古屋霧同士に向かっていた。今、王子との四つ角にあたる六字蔵前で、大町王子と別れ、その南寄りを並行した後、暗黒論寺門前の近くで、再び大町王子と合流していたものと考えられる。若宮王子との四つ角北側の東西両サイドの歩道で、近年の道路工事の際に、室町時代の鶴岡八幡宮一の鳥居と推定される。 木造柱根が発掘されている。現在も残る江戸前期の石像、一の鳥居より約200メートル北側になるが、ここを車王子が通っていた傍子とされる。現在の道路は、六地蔵あたりからほぼ一直線に、鎌倉市立第一小学校正門前、若宮王子の旧、一の鳥居柱根発掘地跡、鎌倉女学院前を通り、円馬橋を渡って、 約100メートル先で中絶、廃道となっている。後世の横須賀線工事によるものと思われる。なお、小町王子の魚町橋と三浦道踏切のほぼ中間点にある横断歩道から名古屋方面に抜ける寿司が残されているが、これも車王子の名残と考えられる。現在の地図上で見ても、中絶区間をまたいで両者はほぼ一直線上に並んでいる。この辺りの旧町名を、 辻町という。これは、車王子と小町王子の辻があったためであり、今も付近に残る、辻の本郷寺、辻の薬師堂等の名称に王子が忍ばれる。なお、日蓮のいわゆる辻説法も、この辺りで行われたものと考えられ、本郷寺門前に辻説法跡の記念碑が建てられている。ありがとうございます。